ヤッホローカーですとねーカー玉さん、はい、ってな感じでですね、本日はなんですけども、ナックルピアス開けていきたいと思います。はい、解説付きでもちろんさせてもらいます。お待たせしましたでね、ちょっとねここで先に、はい、報告しておきたいんですが、実はねもうピアス開いてます。はい、そうなんです。まあ昨日の夜のちょっと出来事なんですが、急に来るんだよね、闇モード突入しました。でちょっとまあね、なるちゃん、どうしようかなと思って、まあ、ぶっ刺してやろうと思ってでやったんだけど、そうそう、でもさ、ちゃんとカメラ回したからさ、うん、そこの YouTuber 魂がちょっと目覚め始めてるんかなとか言うんで褒めてもらいたいんだけど、えらい、あ、えらい。で、まあね、ちょっといつまだ解説付きでその動画進めていくんだけどさ、なんか言ってること意味わからんから、そう、まあ一応開けてる動画を流しつつアフレコで編集で声入れながらやっていくんでね、ちょっとねいつもと違う感じになると思います。はい、で今日手順なんですけど、この後ナックルピアスとはっていうところでね、先にね今日準備物と注意点まで喋っておきます。で次実際の映像見てもらって、次最後まとめね、軽く、まあ、痛み等について喋らせてもらいたいと思っております。てな感じでですね、早速なんですがやっていきましょう。はい、じゃあですね、まずナックルピアスとはというところなんですけども、まあね、この指の間開けるピアスです。このピースした時ちょっと映えるちょっと映えるかなとか思って、こっちじゃない、こっち、うん、可愛いピアスかなとは思います。個人的にまあ手のピアスが、指のピアスとかが好きで、フィンガーはね開けないんだけど指はしたいんで、はい、ハンドウェーブとだったりとかこういうのは好きですね。でまああとはね、動く部分なんでね、もうどうしても排除されます。ナックルはまあ半年持てばもう100点だよってぐらいかなと思ってます。あとはね、まあ、排除痕、女の子だったら特にそうだと思うんだけど、傷跡残したくないよっていうんだったらね、もうつけない方がいいと思います。まあ、たまにさ、なんか傷跡が可愛いとか、ピアスの排除痕、スカート好きとかいう男の子もいてるんでね、大丈夫かなとは思うんですけど、うんだからね、まあ傷跡気になる方はおすすめしにくいです。あとね、まあ注意事項なんだけどね、血管通ってるとこなんで、まあ、かんね、この間、まあ、ピアス開けるた、まあ、貸したんだよ。で、まあ、血管当たってるから、まあ、こんな感じで、すごい、血まみれになってます。はい。まあ、ピアス開けようと、なんかいろいろある。そうそう、まあ、こんなになるから、気をつけてください。はい。今から説明する手順でやってもらったら、全く問題なく開くと思うんでね、ぜひ参考にしてもらったらと思います。てな感じでですね、次のコーナーへ行きましょうこんなんだっけ。それでは準備物の紹介です。軟膏、マッキー、ペンやね、ペンチ、洗濯バサミ2つ、14ゲージ2ドル、16ゲージ 1.5 ミリ尺とバナナバーベル、お好みで消毒液等もご準備ください。じゃあまずね、バーベルのね、なんか角度が急なんで、いい感じに、ちょっとだけだけど、戻します。改造です。これぐらいに。じゃあ、こっから先にね、イメージしてください。だいたいね、このボールの真ん中らへんにマーキングをします。開けたいところに置いてね。でね、だいたい後ろに来るように洗濯バサミで挟みます。軟膏を塗ったニードルをまっすぐ差し込むだけです。多分実際の映像より分かりやすいと思うんで、はい、あとはピアスを通してニードルを抜きます。
で、もう最後キャッチをつけて洗濯ばさみを外したら完成です。次実際の映像はカー無言でいくんでね、ぜひお楽しみください。はい、ってな感じですね。実際の映像いかがだったでしょうか。満場一致いただきました。わかりやすい、ありがとうございます。よかったです全員高評価とチャンネル登録お願いします。はい、で、まず痛みからなんですけども、急に行くんだけど、痛みはね、正直ね、そんなに怖がらなくて大丈夫だと思う。極端に言ったらもうロブの方が痛いんじゃない、かなってぐらい。まあ、ちょっとね、ナックルは変わった場所だから変な痛みするけど、全然余裕で、今回開けたやり方で覚えといたらさ、もう極端に言ったらどこでもピアス開けれるようになるんで、最強になれると思います。はい。でね、あとね、まあこう、なんていうんだろう、皮膚に刺す時だけちょっとなんか、なんか抵抗、なんかね、ね、なんかあるじゃん、ちょっと抵抗というかそこだけ慣れたらもう大丈夫だと思います。あとはね、ケアですね。はい、まあね、手のとこなんでね、ばい菌とか入りやすいんでね、基本ね、毎日間は消毒する。まあ1日2、3回してるかな、今だったら初めの方は。あとまあ軟膏を夜1回にベタベタ塗ってとかやってるんだけど、まあ基本的にさ、どうしても動く部分だからさ、産んできたり腫れちゃったりするんだけど、だからね、そのなんか陰キャのピアスっていうか、陰キャのピアスっていうか、引きこもり限定ピアスみたいな感じ。まあね、ぜひね、今回からの動画見てね、あ、可愛いなとか、このピアスもあるんだって分かってもらったらね、お揃いってわけじゃないかもしれんけど、ナックルね、ぜひね、チャレンジしてみてもらえたらな、嬉しいなと思います。はい、ってな感じでですね、本日説明含め以上となるのですが、何か不明点ございませんか。そうだよね、やっぱ動画だけだとね、分かりにくいとこ多いよね。ぜひですね、その場合はですね、Twitter の方へ、はい、フォローして DM を送れれば、本垢の方はお返事するんでフォローして DM を送れれば返事するんで全然 DM で簡単に言ってきてくれたら、コメント欄もある程度は読んでるんだけど、どうしてもね、次の動画行くとそっちの動画にコメント欄になっちゃうんで、ちょっと古くなっちゃうと難しいんで、ぜひ言ってきてくれると嬉しいです。はい、ってな感じでですね、本日は以上となります。ぜひですね、チャンネル登録、高評価お忘れなくお願いします。もしもしかだよ、今編集してるよ、もうすぐ終わるちゃんとお家だよ、心配せんで、うん、大丈夫、どこも行かないからみたいな。はい、電話してないよ、大丈夫だよ、ちゃんと言っとかないと怒られちゃう、こういう演出だからね。たまたまちょっとピンとひらめいたんで、この演出を使ってみましたとね、まああとね、メイク中に言えてなくて、サイコロコロコロゲーム動画、サイコロの動画で9が出て、今回のナックルで8個目になりました、追加したピアスが。なんで残りラスト1つです。で、悩んだんですが、トリはロックで締めたいと思います。リクエスト多いんでロックでいきたいと思います。なんでね、ちょっと近日公開ということで、お楽しみにしといてください。楽
叶えたい夢があるんだ。